反乱軍は魏伊達連合軍を破り彼らを仲間とした。これにより織田軍に加担する勢力は絞られる。反乱軍と織田軍の戦力はほぼ互角となったが、そんな中孫権はさらに信長の力を削ぐため父孫権の説得を試みる。世界の危機、そしてゼウスとやらの策略では、父上。だが俺はすでに信長と盟約を結んでいる。しかしこのような時に。そう思うのならば、ケン、そうできぬだけの信念を持っているならば。父上、わかりました。虎の子として。ふん。や、リクソン、戦となれば君が指揮を取るのだろう。周瑜殿、承知しました。無駄に争いを長引かせたくない。私が迅速に父上を倒そう。トン、分かりました。全軍、進軍を援護してください。孫権様、私もお供いたします。ありがとう、天使。お前はいつも私の心に寄り添ってくれるな。修繕殿、兵法殿、前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。分かった、俺たちに任せてくれ。なぜ孫権殿は信長と組んだのか、殿が明らかにされるまで耐えん。思ったより敵は少ない。敵軍には周瑜殿がいるはず。何かの策だと考えるのでしょう。孫権様に会いたいなら私を倒してください。戦いたくはないが仕方ない。孫権様、止まって。それ以上進んじゃダメ。いや、悪いな。ここは通してもらう。周瑜様のためだもん。ここは通さないから。私も引くわけには参りません。孫権様のため道を開けてもらいます。怖いけど引けません。だって孫作様のためだから。それは私も同じです。大切な人のため戦わなければ。我らの武を示す時だ。はぁ、鮮やかなお手並みですね。思わず見とれてしまいました。頑張ってみせるわ。あ、はい、聞いてください。ケン、その話はもう終わったはずだ。父を引かせたくば力ずくで来い。どうしたケン、この程度で俺は倒せんぞ。やはり父上はお強い。親父、あとは任せてくれ。ここは俺がいれば十分だ。おう、サクラ。剣の刃にはまだ迷いがある。やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。わかった、頼むぞリクソン。敵軍の分断は成功したぞ孫策。うっせえ、このまま押し潰すぜ。お見事です。私も見習わなければ。
てやる。よし、増援部隊を投入せよ。増援はこれだけではない。果たして耐えられるかな。総員、ひるまずを返せ。ダメだ孫作、君は待機していてくれ。敵将撃ち取ったり。よし、このまま畳みかける。モーキー参上。行くぞ。奥の手はまだなのか。まだです。もう少し耐えてください。私が負けただと。鮮やかな武道、大輪の花のごとくだな。壊してやる。バカな、私が負けただと。お見事です。つけてやる。私も見習わなければ。よし、本陣を叩け。ディクソンのやつ動かねえな。ウシュー、伏兵とかあるんじゃないか。ごめんなさい。ディクソンは才能豊かな若者、気を緩めるわけにはいかんな。必殺ウエーラ戦却。結構やるな。その調子でいけ。必殺ウエーラ戦却。敵将、そこを動くなよ。待たせたな。親子揃って援護に来てやったぜ。大使、孫権殿の指揮のもと包囲作戦に参加する。必殺、間に合いましたか。敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。なるほど、剣は苦戦を装っていたのか。援軍の動きから我らの目をそらすためだ。ケン兄様のこと甘く見すぎたみたいね。ここはいつの間にか成長しているものだな。この父も決死の覚悟で戦わねばなるまい。よくやったな。その調子だ。俺は孫権の相手をする。お前は奴の娘を頼む。わかりました、お父様。みんな、よく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。
はい、参りましょう、孫賢様。太子陣、お前も共に兄上のところへ行くか。はっ、喜んでお供しましょう。先ほどはリクソンにしてやられましたが、ここは通せません。主人、私も止まることはできん。押し通らせてもらうぞ。うまくはめられてしまったな。ああ、いいじゃないか。リクソンの成長を素直に喜ぼうぜ。お前結構やるな。その調子でいけよ。やってくれたな、ケン。俺も気合い入れていくぜ。兄上にはまだ及びませぬ。ここは是が非でも通していただきます。力が溢れてきて。太子、いつかの再戦と行こうぜ。孫作殿、一丁やりますか。武を持って存分に語り合いましょう。よく前線を支えてくれました。さすがは主膳殿です。よかろう。ああ、見たか、リクソン。俺は家系だけの男じゃない。楽しかったぜ。次また戦うのが楽しみだ。あなたはとても強いのね。私が守る必要なんてないかしら。久しぶりだな、氏康。お前は信長の考えを理解してると思ったが。ああ、その上でこっちに着いた。あとは一度てめえと本気でやりたいと思って。そういうことなら受けてたと。虎と獅子、最後に勝つのはどちらかな。変人神獣とは。調子で奮戦せよ。
立派に成長したな、ケン。この戦、ケン兄様かっこよかったわよ。ケン、太子爺、お前らと戦えて楽ありがとうございます。ですが、この勝利は皆のおかげ。うん、リクソン。いえ、宇治安殿が間に合わなければ危ないところでした。すまねえな、虎と戦えると思ったら。宇治安は相変わらずだな。父上、ところで信長の狙いは何かご存知ですか？俺の口からは言えん。だが信長には信念がある。俺は戦いを通じて奴の覚悟を感じ、信長のやり方が気に入らぬのなら納得いくまでぶつかり合うがいい。それ以上は教えていただけないのですね。わかりました。ならば私たちは信長に挑み続けましょう。孫文代、武門の王者として。さあ、孫白、休養期孫将校、一周公金、戦場に勝利の調べをく。へへ、私頑張っちゃうよ。私戦います。よし、開始。あ、いい感じです。織田軍がすぐ近くまで攻め寄せているとのこと。率いているのは光秀殿です。なんと父上が。明智光秀、魔王の側近か。こちらの著しい戦力増加を危ぶんだのかもしれぬな。だったらきっと真っ先に。私ですか？ああ、間違いないだろう。はい、力いっぱい頑張ります。父上には久しくお会いしておらぬ。わらわも行くのじゃ。